プルクワパはフランスの海洋観測船。本船は商工業的公施設法人であるフランス国立海洋開発研究所がフランス海軍と費用を切班して建造したことから年の45%はフランス海軍の業務に、それ以外の機関は IFREMER の業務に従事している。フランスの探検家である ジャンバティスト・シャルコーの乗船に由来する。カズヨから4世までの4隻は、シャルコーの船だった。この船は同じ名前を冠する船としては5代目に当たる。船の名前として、マークまで含めてで正式名称である。フランス語では、は、最後の単語から1文字開けて記述することになっているため、この船の名前も、バトマークの間が空いている。 シャルコーは子供の頃から探検家になることを夢見ていたが、それを父のジャンマルタン・シャルコーに反対されていて、その度に、ブルクはパッと繰り返し問い返していた。この問いかけは、やがて彼のモットーとなり、後に念願かなって探検に従事することになった際に、それを船の名とした、という逸話がある。任務上、精密な操船を求められることから、 バウスラスター3機とスターンスラスター1機を備えており、また自動的に繊維を保持する繊維保持装置を備えているものと考えられている。観測機器としては、下記のような装備を搭載している。6000メートル級の深海探査艇、ノティール及びローフ、ビクター6000のほか、8メートル型総裁艇2隻を搭載している。完備看板には25メートル20メートルの 作業スペースが確保され、完備には力量22トンの A フレームクレーンが設置されている。また当初計画では全乾板にヘリコプター乾板が設定されており、固有の搭載機も予定されていたが、これは後に削除された。しかし、ヘリコプター乾板を設置する余地は確保されている。ありがとうございます。